法律的なんです。そういうことか。じゃあ稲妻外界の雷が荒れ狂ってるのは将軍の機能がいくつか停止したからなんだな。雷が荒れ狂う？それは初耳ですね。え、知らなかったのか？実は。なるほど。外界の雷がそのようなことに。厄介な状況なのか？操作の手違いで、そういうこともあるんです。後で私が将軍を調整すれば問題ありません。そんな目で見ないでください。こういった操作は今までにやったことがないんです。将軍の構造は複雑なもので、調整をするだけでも問題が出てくるものなんです。これは言い訳ではありませんよ。ええ、事実を言っているだけで。